はい、では早速測っていきましょう。見えますかね。 5.946 キロ切りですね。アルミで6キロ切りはすごい軽いですね。はい、では、紹介していきます。今回アルミフレーム、アルミホイールでどこまで軽量化できるかってことなんですけども、まずフレームなんですけども、トレックのアルミフレームのエモンダ ALR になりますね。こちら、完成車だと、フロントフォークのコラムがアルミなんですけども、こちらのモデルはフレームセットのようで、フロントフォークのコラムがカーボンで、フルカーボンでできてるんで、結構そこで軽くなって、多分 100g ぐらい軽くなってると思います。でクランクはデュライエス9000のものですね。まあいつも僕が使ってるクランクを、利用してます。で今回チェーンリングがちょっと珍しいと思うんですが、楕円チェーンリングのフロントシングルにしてます。アブソリュートブラックの、1x11 ですね。あのナローワイドのフロントシングル用のチェーンリング 38T、 こちらが 66g になっています。で、あのデュライエスのクランクと合わせて、550g 前後だったと思います。あのデュライエスの純正の、2段のフロントダブルのものがだいたい 620g 前後なんで、まあ、ここで 70g ぐらい軽量ができていると思います。で今回あの見て分かる通りフロントシングルなんで、フロントディレイラーがないですね。でそこの、まあ、フロントディレイラー分丸々軽量化と、あとそれに付随するワイヤー類がないということで、ここも結構大きな軽量化ポイントになっています。今回軽量化のポイントの一つでもあるんですけども、こちらのスプロケですね。これが TNI の超軽量のスプロケ、アルミのスプロケで、まあ、12から25のものなんですけど、110g ですね。かなり軽量です。デュライエスより何十グラムも軽いんで、これでかなり軽量化してます。で、値段が、まあ、これちょっとヤフオクで買ったんですけども、7000円ぐらいで買いましたね。まあ、アルミのスプロケなんで、実用性はちょっと低いというか、耐久性が多分低いと思うんで、実際はこれであんまりガシガシ乗るっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。まあ、ちょっと安かったから買ってみたっていうのもあるんですけど、これでかなり軽量化できました。でリアディレイラーは9100のデュライエスになってます。こちらもターマックの方がちょっと一時的に利用してきてます。まあチェーンなんですけども、まあ別にこれこだわったものじゃなくて、まあなんかアマゾンで安く売ってたゴールドのチェーンがちょっと色的に面白かったんで買ってみただけです。まあ多少軽いみたいです。ただまあ性能で言ったらシマノのもの買った方がいいかもしれないですね。ボントレーガーのスピードストップっていう、まあ、ダイレクトマウントのブレーキですね。こちらもヤフオクで、まあ、1万円ぐらいで売ってたんで、安かったんで買ったんですけども、これもデュライエスのブレーキよりも少し軽いですね。で、まあ、コストパフォーマンスはいいかもしれないです。で、こちらがフロントのダイレクトマウントブレーキ、こちらもボントレーガーのスピードストップですね。前後合わせて、まあ、270g 前後だったと思います。マビックですね。マビックの、キシリウム黒エグザリット SL っていうモデルの限定モデルになってますね。カラーリングが限定モデルになってます。でこちらが、まあ1420g、 前後合わせて 1420g でした。でスティアイレバーは、デュライエスの9100ですね。こちらもターマックが一時的に利用してきているものになります。ハンドルがで今回ボントレーガーのトリプル X っていうハンドルとステムが一体型になったかなり軽量のものにしたんですけども、まあこれじゃなくても、まあ、6キロ切りはできたかなと思います。まあ、このハンドル自体はハンドルとステムが一体型で、まあ、230g なんですけども、まあ1万円から2万円ぐらいのカーボンハンドルだと、まあ軽量のもので180から190グラムぐらいで、ステムがまあだいたい軽量のもので100から110グラムぐらいですね。まあ、3000円とかで買えるとは思うんですけど、こちらを合わせても、まあ、300いかないぐらいなんで、
麻が 70g 以内ということで、まあ、今回ボトルケージをつけた状態で 50g プラスで測ってるんで、それを外して、測れば、まあ、普通のハンドルでも6キロ切ることができると思います。余談ですけども、ステムキャップが、まあ、キャプテンアメリカの盾みたいなやつを使ってます。で、今回シートポストは、FSA の K フォースなんですけど、これ別にそんなに軽くはないんで、ここはもうちょっと軽量化できる余地があると思います。サドルなんですけど、とりあえず中華カーボンのものを使ってます。これ3000円ぐらいのものなんですけども、これで 100g ぐらいですね。まあ、あの S-WORKS のドーミンエドとかちゃんとしたものにすればもう少し座り心地はいいかもしれないですね。まあ、だいたい 125g 前後になると思います。今回はちょっと安く仕上げました。で、ボトルケージなんですけども、まあ、本当はボトルケージなしで計測しようと思ったんですけども、ちょっとまあデザイン的にかっこよかったんで、あえてつけて計測しました。こちら1つ 25g 前後あるんで、2つで 50g ぐらいですね。だから実際はこれ外して、まあ、計測した方が 50g 有利なんで、それでもよかったんですけども、ちょっと今回あえてつけた状態で、計測してます。で、タイヤなんですけども、ブリヂストンのエキステンド R1S っていう、まあ、140g 前後ぐらいの超軽量なクリンチャータイヤになってます。で、チューブの方は、ソーヤのラテックスチューブになってます。なんで、ここのタイヤとチューブ、今回はここがかなり軽量化のポイントになってます。